ごきげんようリオロスです。それでは本日も、金色のコルド3死生観やっていきましょう。はい、前回は、このレクイエムラクイエモスタとウィリアム・テル住曲でみんなの練習してる曲と私の練習してる曲がずれてたということが発覚しました。まあ、とりあえずは難易度の一番高いコウモリを、完成させてその時の状況によって何とかしようと思います。はい、できればウィリアム・テルの方が難易度11なんでこっちを完成させたいんだけど、みんなはこっち完成してるんで低い方をその時の、イオリンとカノーさんの状況によります。はい、じゃあ頑張っていきましょう。あとそう、ご飯作りたいんだけどリーダーが落ち込んじゃったんだよね。ヤギ座部長落ち込んじゃったんだよ。でもお弁当作れるときに作っとかないと私の料理レベルがちっとも上がらないんだけど、カルボナーラしか作れない。キスのあんかけも作れる。習熟度 50% アップか。あ、まさに今必要じゃないこれ、習熟度アップ。じゃあキスのあんかけ作ってこう。材料結構使うけどいいだろう。キスのあんかけを作った。レベル2でキスのあんかけってすげえと思うけどな。で、レベル3になりましたと。いいぞ。よいぞ。あ、光ってんじゃん、部長。え、もう立ち直ってくれる？もう落ち込みから解消してくれる？頼むぞ。メール来た。相談したいことがあるので、新しい部室に集まってください。新しい部室？概念的には新しいけど、実際には、物理的には古いんだよな。思うことなど、お、僕だけは、してはならない。あ、もう解決しそうじゃない？あっさりご飯食べれそうじゃない。よかったよかった。僕を信じて、ついてきてくれた仲間のためにも。おうよ、この間のヤギさんのことが思い出される。そうだよな、みんながみんなして自分のせいだ自分のせいだって言ってんだよな。物質の前でぼーっとしちゃって。おう、そんな時お前が頼りになったりするんだろう。頼むぞ副部長。ほら頼む、早く入って入って。おうおう、こんな物質でも花が添えられてんのいいね。これで全員揃いました。おお、ぎゅうぎゅうだぜ。あ、俺たちが最後だったか。おお、先輩たち遅いですよこの部屋暑いんですから。どっから声出してんの。早く来てくださいよ。おお、すまんな。あらた、分かってないな。ないな。ヒーローは遅れてくるものって言うだろ。そうそうそう、そういうもんだ。か、加納先輩いつからヒーローになったのかな。こいつはちょっとした冗談が通じないな。より、あ、そいつは聞いてやるな。聞いてやんなみんな冗談ばかり言ってないで、はい、で、何そろそろ本題に入るよ。おう、そういや、八木沢の相談事ってなんだっけ。まだ聞いてなかったよな。八木沢部長が言い出した相談事なのか。新しい部室になって手狭に感じないかと思って。おうおうおう、この部室もきちんと片付けて掃除したり荷物を置いたりするスペースを確保できると思うんだ。いい部屋を見つけたんだって話だと思ったら違った違った。今は毎日楽器を持って帰っているけど、この先も部室に置けないようだと。特に可能は大変だろう。まあ、でかい楽器の人は大変だよな。うむ、俺の苦労によく気づいたなうむ、ぶっちゃけ大変だ。持ち帰って練習しろ。あ、あの、楽器を置くならここの湿気もなんとかしたいです。それは水鳥蔵さんを買ってこい。今は除湿剤でごまかしてる。あ、やってるんだ水鳥蔵さん。みたいなものだし水鳥蔵さんでも結構吸うよね。きっちり換気するだけ。気づくとパンパンになってるからね、あれ水押し入れの中で。古くて使ってない扇風機ならうちにありますけど、役に立ちますかね。っていうか電気来てんのここ。いいもん持ってる。電気ぐらいはあるか。でかした。でかした。でかした。やったー、褒められた。お、じゃあ早速持ってきますね。とりあえず待て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 。待て新た。ああ。今持ってきたって置き場がないぞ。まずは場所がないっていうのに物増やしたらダメだろ。結局掃除しないといけないけ、ね、お前掃除探るために行ったのかすっきりすればきっと達成感もあるよ。お、みんなで頑張ろう。みんなで掃除した後に私5回練習するんだな。やったー、お、終わったー、片付いたー。片
片付けた時に不意にアルバムとか出てきたりするイベントないの？意外と入るもんだな。おう、よそに預かってもらってた備品も全部収まった。おお、この人数でやると意外と早く片付いたし、やって正解だったな。まあ、そうだな、なんかごたごたで引っ越してきてそのままだったからな。うん、みんなお疲れ様。よくやった。今日はこれでひとまず解散しようか。練習しようぜ。どうしたんだい？八木沢の背中をじっと見つめちゃった。解散しようかですっと帰っちゃったのか。でもついてた。お、でやっぱりお前が今回のキーか。八木沢について悩んでる様子なのに秘密なので言えない。いやいや、こういう時こそ頼れる男だろう。うん、気になるんす。え？うん。八木沢が？本当に？気づかないのか。全然気づかなかったな。そうなのか。ええー、お前が上がんの？そんなに心配することないと思う。なんだなんだなんだ。さっきだって、しっかりと部長の仕事をしてたから。いや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 。悩み事があったって、うん、あいつなら自分で解決できる。あ、なんだよ。ちょっと可能に期待してたのに。いや、こう言いつつ、私が動かないようにこう言いつつ、実は可能は可能で動き出すんじゃないかな。期待していい？可能。あれ、可能？いや、きっと可能は動くつもりなんだよ。信じるぞ、お前。うん。昨日遅くまでゲームしててさ。ゲームして寝不足。寝不足。おう。あ、いや、練習はちゃんとやる。本当だな、お前。本当だな。頼むぞ。あ、っていうか、ファンじゃない子がいっぱいいる。ファンじゃない子。あ、でも、ちょっと合体しない。ちょっと合体しない。聞かせてっか。いや、アンサンブルでファン増えるかな。48で。48じゃ逃げるかな。まあ、でも、この範囲なのは入るんだよな。いけ、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 いけ。ファンになれ。逃げんな。逃げた。逃げんなよ。あ、新たがマイストロフィールドなんだ。今みたいな感情を込めた演奏も。そして、そう。俺はいいと思う。前回いただいた感情を込めてをつけてみました。シロ君大喜び。よし、これなら人難恐るるに足らずですよ。まだ全然足らんからな。まだ全然足らんからな。よしよしよし。とりあえずコンビニ寄って。いらっしゃいませ。はい。野菜。何の野菜だよ。何の野菜かによって作れるもん違うだろう。あと買うけど。で、ゆずティーが2つある。どういうこと？なんで2つあんのこれ。1個でいいだろう。で、卵、半額になるんだよな。でも、この辺は買っとこう。ありがとう。部長の好物の材料は、どうぞ。買っとこう。で、楽器店、楽譜は変わり映えなく、サマータイムか。で、習熟度は、そうだ、ご飯で習熟度上がるから、さらにこれで2倍にしていくと。2倍でなったところ、さらに 50% アップになるってことだもんね。相当高いぞ。お昼ご飯の後暑いぞ、今日は。で、お前、昨日サボったな、お前。ニア、なんかイベントが来るとサボるんだよな。やおい、私で役に立てることはある。役に立ってくれよ。八木沢部長のレベル3料理を教えてくれよ。レベル5になった。5はやりすぎだ。5は早いって。恋について聞かせてもらおうか。じゃあ、結果は後ほど。これ大事。お前サボんなよ。今日の大事だからな。お前それ絶対サボんなよ。お前頼んだぞ。で、一人練習で、コウモリ。いや、レクエムやっとくか。レクエムやっとくか。いや、違う。これだとファンになってくれないから、何にも育たないけど、ファンを増やすために弾くってありか？ありなのかな。いや、ファン増やしたいからやっとこう。ファンになれ。ファン増やす相手もないんだよね。一回、これ、はい、ファンになってください。
いいのかなこれ。あ、そろそろ昼食の時間だ。今朝はキスのあんかけを作ってきたが、うん、昼飯をどうだ。ああ、いいよいいよ。どっちしろだって部長食べれないもんね部長今落ち込んでてお腹に入らないから。うん、今日の昼予定空いてねえか。清掃の水島と水空港で、ああ仲良くしてたんだよまだよかったよかった。ハルくんのことだよねそっちの。水島は清掃の水島と飯食うことになったんだ。よかったらあんたも一緒にどうかと思ってな。行く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 。はいはいはい、ようござんすようござんす。あー、なんか意見合ってたもんなあの二人。あ、なんか嬉しいなそれ。はい、新幹線一緒に飯を食うために新幹線。おう、キスを使ったものは初めて食べますけど。おう、キノコのあんとよく合いますね。そしてお前が好物なんか。意外なところで引っかかったな。水島のいとこなんだよな。ああ、親戚っつっても結構違うもんだ。結構違うな。うん。新たなやつがいつもご迷惑かけて申し訳ありません。何かあればいつでも懲らしめますので。息ぴったりなのが面白いんだよなこの二人。その場でけじめつけてるから。けじめつけてるから。心配はねえよ。あんたとは気が合いそう。あ、いいな。なんか不思議なところでこういう関係生まれてくんのいいな。楽しく過ごしたよし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 。習熟度が 150%。 ここ大事だよ。ん、今日はこれから少し息抜きに行きませんか。は、近くに遊園地があるらしいんですやばい、ハルくんがハルくんがあんかけで連れてしまった。せっかくですから。ああ、あなたと行ってみたくて。あ、まあ遊園地はそうだよね、女の子と行きたいよね。はい、やはり選択肢なし。こういった場所で思いっきり羽を伸ばすのが効果的でしょう。やばい、あんかけ効果強すぎる。え、よく遊園地に行くのか。おうおうおう、そうですね、横浜でも息抜きに活用していましたよ。あ、そうなんだ、あんまりイメージないな。何ですかその意外そうな顔ごめんね僕はそんな堅物ではありません。思いっきりバレてた。遊園地くらい行きます。私の考えバレてた、めちゃくちゃ。遊園地が好きだなんて可愛いいきなり何を言い出すんですか。男に可愛いなんて。いやいやいや、褒め言葉じゃありません。いやいやいや、褒めてる褒めてるよ褒めてるよ。ですが、うん、あなたに笑顔でそう言われてしまった。あれれ、なんだか毒気を抜かれてしまいますね。めちゃくちゃあんかけ聞いてんな。まあそうだよな、自分の好物作ってこられたら男は弱いよなしかも新幹線乗ってまでなじゃあ今日も元気か。うん、これこそ夏って感じだよな。暑いけど好きだよ夏は。はい、まあ習熟度の2人練習だよな。で、習熟度が怪しいやつって誰だ。あの2人は誘えないからあの2人は誘えないから、コウモリ、あレクイエムはもう終わってるから、じゃあ一応ウィリアムテルで誘うか。ウィリアムテルで新た誘う。あ、いや、部長の方が低いんだ、32で。あ、じゃあ部長ウィリアムテル誘うか。誘うのはできるよね、できるよね。ウィリアムテルやりましょう。で、習熟度ゴッツアップ、ゴッツアップ。あー、いいよ、私は上がんないけど私は上がんない。あ、それだってたら、あれ、みんなが練習してるレクイエムを私が習熟度これで爆上がりして終わらせるっていうのもありか。そっか、そっちもありか。どっちがいいどっちがいいとりあえず一曲完成させた方がいいか。ああ、そうだな、これで使おう。練習ですか。ああ、いいですよ、あなたの力になれればいいです。いや、本当に落ち込んでんのか。うん、可能が気づかないのも納得だなこれ。確かに分かんないな普段は。習熟度で、はい。午後になって、うん、さらに暑くなってきましたね。体調に気をつけながら練習しましょう。そうですね。あ、しかもなんかもらった。表情豊かな音、着ないた曲の違う一面に触れたことで何かがつかめそうだ。
お、表情。ああ、よかったよかったよかった。ここに来ていっぱい来た。何かを掴んだみたいですね。掴んだ掴んだ。あなたのお役に立てたようで。ようやく来たか。ずっと新たなフリーダムしか持ってなかったからね。お疲れ様でした。はい、お疲れ。あなたのおかげでいい練習時間が持てました。早く立ち直ってくれ。ああ、あと2回。あと2回。どうする？どうする？まあ普通に。じゃあ新たのコウモリが終わっ、あ、コウモリ終わってないのはホズミシロか、シロか。え、3しか増えない。あ、むしろこっちで使うべきだったかもしんない。え、こんなに上がんないのか、習熟度。いやー、きつい。あ、でも技術上がりそうなんだ、私今。なるほど。なるほど。じゃあ、え、2しか上がんないんでた。妖怪1足りない。じゃあ、コウモリやろう。おとなしくコウモリやろう。一緒に練習って、うん。構わねえな。おう。あんた、相当変わってるな。何言ってんだよ。あんかけ一緒に食べた仲だろ。一緒にやろうぜ。で、習熟度ちょっとしか上がんないけど。うん。バテてねえか。おう。疲れを押して演奏しても、いい音にはない。やばい。練習の前に遊園地行って、疲れてんのバレてる。まあ、顔に、まあさすがに遊園地行ってきたらバレるよな。疲れ出るよな、そりゃ顔に。おい、あ、4つになった。やったー。疲れたんなら、少し休め。今後詰めても仕方ねえ。すごい気使われてる。あの後、ハル君と遊園地に行ったのバレてる。あと1回か。稼いだ方がいいよな。ちょっと稼ぎたい。うん。元町通り。人がいっぱいいるところ。ああ、すげえいる。よし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 。ああ、いる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 。コウモリ主曲で稼ぎながら、ちょっと、うん、アンサンブルを上げていく。ああ、いいね。3人か。ファン増やしたい。え、でも学生いない。で、社会人の方がお金持ってるからいいアイテムくれたりとかあるかもしれない。うん、そうだな。この間もデジタルチューナーくれたからな。まあやっぱここかなあ。あ、ここだ。あ、この4人ちょうど全部ファンじゃないじゃん。うん、ここでいいでしょ。はい、稼ごう稼ごう。はい。あ、そんなに稼げなかったな。あ、でも100になったね、完成度。コウモリ。うん。BP666 ってのがちょっと不吉なんですけどね。なん、偶然にしてはちょっとどうだな、これは。あんた、意外と熱いぜ。熱いぜ。熱いぜ。いい演奏だったよ。よしよしよし。セミファイナルが楽しみ。とりあえずこれで難易度一番高いやつは完成したと。若干私の習熟と足りてないけど。あー、八木沢部長まだ来ないね。え、違った。イオリから。ホズミ君のことだけど、去年事件を起こした人たちがホズミ君につきまとってるって噂を聞。あ、そういえばなんかあったな前。あいつ女と歩いてやがるぜ。覚えてろよ。つって。いい策思いついたぜ。みたいなことを不良たちが言ってたよね、そういえば。あ、そういえばそんなフラグすっかり忘れてた。ホズミ君のことだから大丈夫だとは思うけど、ちょっと心配だよ。君もホズミ君のこと気をつけてくれないかな。あ、おうおう、わかったわかった。あ、ありがとうな。こういうことだよ。メールってのはそうだよ。こういう文章を送るもんだよ。な、どう返信していいか。わかんないメールたまに来るからな。で、ニアさん、あ、よかったな。ちゃんと2日連続でサボったりしないか、さすがに。はい、ニアさんでしょ。はい、ヤギサワの恋愛傾向。長谷倉ニア。ヤギサワは誰にでも分け隔てなく親切に接する穏やかな性格な持ち主だ。誰かに特別に接するということはあまりないようだが、明るく活発で積極的に攻めていく女子ならば意識することはあるかもしれないな。ああ、なるほどな。受け身じゃダメなんだ。あ、これはいい情報じゃない。これ選択肢で悩んだ時はこの、うん、この意見はすごく取り入れられるぞ。うん。あ、ありがてえありがてえ。いや、やっぱあのうろたえるとかそういうのダメなんだ。うろたえるとか悲しむとかそういうね、うん、自分では動かない、うん、やつはダメなんだよ。いや、自分から動いていかないとダメなんだな。あ、いい情報ありがとう、ニア。はい。
というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。いやまさかあんかけ一つで遊園地行くことになるとは思わなかった。